年代別では20代が最も多い167人、次いで30代が79人、重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は29人でした。重症の患者は前の日から5人減って51人となりました。また8人の死亡が確認されました。キャスター門谷亜希子の門谷達夫を伺います。世界で分配する枠組みなどもできているんですが、中国がワクチンを政治の道具としてワクチン外交を行っているんじゃないかと。しかも先日日本が台湾に行って、はい、ワクチンを供与するという話をした時に、日本に対して政治の道具にするなっていう発言が、はい、中国から、ね、それはあなた方が言う話ですかっていうね、そのあたりもちょっと伺っていきたいと思います。じゃあ、詳しいこの方に伺います。神田外語大学教授の興梠一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、興梠さんにはこの門達、去年の6月に香港についてお話を伺いまして、あの時は国家安全法の導入どうなるかどうかという時期で、香港のマカオかというお話も伺ったんですけれども、まあ、その中国の強気な姿勢というのは今回のお話につながってくるのかなというところですので、よろしくお願いいたします。お願いします。では一つ目の質問、こちらです。台湾の本音はということなんですが、何に対する本音かということです。でこの収録6月5日の土曜日ですけれども、前日4日の金曜日に日本から台湾へワクチンが送られました。その経緯をまず簡単に確認していきます。でこちらです。4日午前中に茂木外務大臣、アストラゼネカ製ワクチン124万回分の無償提供を発表し、これは東日本大震災の際に台湾をいち早く義援金を送ってくれたということもありました。そういった台湾との友情を踏まえたものだという発言をしています。そして4日の午後にはもうワクチン台湾に到着。早かったですよね。早いですね。でこれに対して蔡英文総統は、同じ価値観と助け合いの精神に基づく対日友好の真髄を再確認したということで、まあ、本当にここはもう友情というところですよね。はい、まあ、いわゆる人道的支援ということですよね。はい、で途上国支援の枠組み COVAX などを通じて日本は海外ワクチンを提供するということを打ち出しています。追加拠出なども打ち出していますけれども、この日本から台湾への提供に関しては、まず興梠さん、台湾の反応、そして中国の反応も含めてどのように見ていらっしゃいますか。まあ、台湾は民主主義社会なので、はい、与党があり野党があり、野党の国民党はですね、これをちょっと政治的にチャンスと思いまして、空港に届いた時間が始まったこと、ちょうど提案それに対してちゃんと対応取れてない時間ということで、蔡英文政権非常に厳しい状況を置かれてたんですね。はい、支持率にも影響が出てましたし、でアメリカ頼みの成果が出してくれないと、つまり国民党にとっては非常にこれはチャンスだったんですが、で中国と、まあ、国民党は反蔡英文民主党を支持してますから、まあ、じゃあその国民党の関係者にとってあなたはじゃあ中国のワクチンを打ちますかとかこう言い返したり、まあ、どっちにしても早くワクチンを入れないと、まあ、自分たちでも感染対策やってますけど、本当今世界の流れはワクチンになってるので、
分かんないですよ、まあ、それでここで日本がまあ助け船を出したということで、まあ、蔡英文政権にとっては非常にあの、嬉しかったと思います。台湾へ提供したのが台湾に送ったということ中国はどういうワクチン、中国はこれはもともと台湾はドイツの日本で使わないことにしたからじゃないビオンテックと話し合いをしてたわけですね。でこれファイザーの共同でワクチン開発した会社 で、でしかし中国はですね、あの上海の不正集団というのはこれの台湾では中華圏で台湾ではアストラゼネカ製は強化されてる、他は許可されてないで、台湾はその青春団、中国日本では通っていないし、いいんだか悪いんだかもかなり決まる。でも台湾はいい、共同発表で許可を出してる、使うか使わないか、だから使ってね、決裂したっていうのは台湾側の、うちではまだ許可は出ないから、はい、まあ、あってもしょうがないよねって話です。言い方一つで、まあ、最近の報道を見るとドイツ政府がなんそのビオンテックと、まあ、台湾はアストラゼネカ製のみ許可されてるので、ちょうど利害が一致する、まあ、かなり蔡英文政権にとっては嬉しい話がかなりここへ来て出てきてるって感じです。ファイザーはダメなの、それ以外送っても使ってもらえないんだから、中国でもこのようにだからアストラゼネカ製しかダメ、行われているということなんですよね。まあ、台湾はその新型コロナ抑え込んだ優等生と言われていましたけれども、5月に入ってから感染が増えてしまいました。で中国は2回にわたってこの中国製のワクチンの契約を申し出ていたということがあったんですが、台湾はこれを拒否しています。という話にもありました、蔡英文総統、中国の介入でビオンテック社との契約がうまくいかなかったということも発言しています。ただ中国側はこのように民進党が中国の善意を踏みにじって中国からのワクチン輸入を妨害しているですとか、ワクチン輸送を阻止し感染者や死者の増加を待っていたなどと発言しているということなんですよね。まあ、こういったまあ中国台湾のやり取りというのもありますけれども、あの台湾はこの中国からのワクチンを受け入れないというのはどういうことなんでしょうか。まあ、これ一つにはあのやはり中国のワクチンに対するですね、不信感でやるわけですよね。はい、日本だってそうだよ、ファイザーワクチンを打ちたいとかですね、まあ、アストラゼネカが台湾はかなり大きく多く、台湾はそれをあの発注してるんですけど、ですから、まあ、中国のワクチンを使いたくないっていうのはやっぱり、あるわけですよ。だから、まあ、中国としてはそんなこと言ってる場合じゃないと、まあ、中国はもう要するにその中国側の主張は WHO の承認を得てるんだから、使えるよっていうね、そういうあのいわゆる、主張ですよね、はいはい、それがまた野党と一緒になって、じゃあ中央が蔡英文さんが許可出さないなら地方で勝手にやっちゃおうとかですね、まあ、民主主義社会なのでいろんな声がこう出てきて、まあ、とにかくですからその欧米のワクチンが欲しかったっていうのは実はあるわけですよ。まあ、それで日本が送ったわけですけれども、日本が送ったことに対しては中国はどのように反応してますか。これは中国のあのまあ、報道官レベルとかでは言ってますけど、まあ、なかなか言いづらいでしょうね。あの人道的な、はい、措置なので、中国にしてもいろんな国に供与してるわけですよ。自分もやってるわけですから、それも選択的にやってますよね。あのいろんな戦略的にこの国にあげてここにあげない。日本だってその友好的なあのパートナーである、まあ、同盟関係の台湾に対してこれをあの提供するっていうのは、あのそれにいろいろ言うことはなかなかできないんですか。あとはそこに横槍を入れて、じゃあ台湾がどんどん感染が広がってですね、大変なことになったら誰の責任なんだって、まあ、使いたければ台湾のワクチンも使うわけですよ。国民の声が上がって、あの中国は中国のワクチン使えっていうの声が上がってくればね、それは蔡英文政権もそうしなきゃいけないけど、そういう声が上がってこないわけですよ。はい、それにしても小木さんをその報道官レベルではありますけどね、その日本は政治的な道具にワクチンを使うべきではないっていう発言は、その報道官は自分たちは中国側はワクチン外交で政治的な道具に使ってるっていう認識はないんですか。認識だったら普通そういうこと言わないですよね。もう世界的に見ても誰が見てもそういうふうに見えてるんだけども、本人はそう思ってないんですか。まあ、そこは自分もおそらく戦略的にそうやってますよね。だからそういう言葉を思いつくんじゃないですかね。潜在意識的に。そういうことは普通出ませんよね。自
生まれてることは日本人の感覚でやっぱり自分たちに後ろめたいことがあったらなかなか同じことやってる人に対して言えないですよ、ね、あからさまに言わない、うん、完全に棚に上げてるなってしまう。例えばそういう意識ないですかね。それはですから自分が考えてる自分が やってることを言ってしまう、そういう考えが発想が全くないですからそういうことが出ない概念がないです。自分のことを棚に上げてると周りに思われる、世界に思われるっていう考え方はないんですか。まあ、自分もワクチン外交ってとこ批判されてるから、はい、その言葉を言われたら相手も嫌だろうってことか、そういうの、そういう考え方がない人はそういう言葉が出ない。うーん、辞書の中にないよ、ね、あと一つ気になったのが、その台湾、アメリカから そのワクチンの提供がよりも早く日本が動いたということでしたけれども、そのアメリカと そのワクチンのやり取りに関してはどういうのか。台湾はですね、とにかく蔡英文政権が動いてるっていうのを見せなきゃいけなかったんですね、何もしてないんじゃない、どんどんいろんな人と話してるよと、アメリカと交渉してるっていうのも盛んに報道してました。でも日本の方が早かったです。アメリカはですね、バイデン政権は、まあ、全世界に追加分も含めて8000万回分を供与すると。でそのうち700万回分をですね、アジア諸国で台湾、インド、マレーシア、ベトナムなどアジア諸国だから、台湾にどれだけあげるか言ってないんですよ。で、あとは交渉中とかですね、検討中とか、はい、それで台湾の中ではですね、それ野党からアメリカは全然当てにならない、かなりそういう声が出てたんですね。台湾はいろいろやってあげてるのに、はい、半導体の工場を向こうに作ったりですね、バイデン政権の意向に沿っていろんなことやってるのに何もしてくれないじゃない、まあその蔡英文政権の間に挟まって結構大変だったんですよ。でそこに日本が先にパッとこう数字もはっきり出して、はい、こんな速いスピードで持っていくと、これはアメリカもある意味では同盟国として助かったところがあるんですよ。そうです。で、この中国に関して続いて伺いたいんですけれども、こちらです。中国、ワクチンは政治の道具ということで、まあ、今日のテーマとも同じなんですが、そうですね、今お話にあったように、日本が台湾に送った時にはワクチンを政治的に使うなという発言があったにもかかわらず、こういった動きをしているんです。こちら、ご覧ください。中国がこちら、蔡英文総統の台湾ですねと国交のあるホンジュラスやパラグアイ、こちらの国々が中国にワクチン交渉をしても、中国はワクチン提供を条件に台湾との断交を促す。これはまさに政治の道具に使っているということなんじゃないかと思うんですが、まあ、こういったこともあり、また世界で中国はこのようにワクチンを契約しているということなんですよね。もうものすごい数、ものすごい国の数でということになりますよね。こういったそのワクチン外交と言えることだと思うんですけれども、小木さん、これどういう状況だと見てらっしゃいますか。まあ、最近話題になったらパラグアイとさっき出ました、はい、パラグアイってホンジュラスの件で、細かく見ているとはっきり分かるんですけど、パラグアイにはですね、最初こう仲介者を通して間接的に話を持っていったんですね、はい、直接やるとまずいから、うん、それでまあ、台湾と手を切るなら断交するなら、あげるよみたいな話をしたっていうのはパラグアイがもう、ま、バラシャって言われてでパラグアイは台湾はそういうのを察知してですね、インドからですね10万回分パラグアイに支援したんですよ、はい、だから台湾は分かってるんですよ、これ政治的に使っていくからなっていう、はい、でまあパラグアイからこれが出て、パラグアイはじゃあ台湾と手を切らないっていう話になって、ホンジュラスはちょっとこれは中国に通商代表事務所を作ろうかなって話になってるから、はい、それは今度大使館になったりするともう断交ってことになるので、うん、まあこれはやっぱりそういう台湾が国交を持ってる国で困ってる国、そういう先進国のように大量にこうワクチンを買えないとかですね、そういったところにワッとこう来てる、それも全部アメリカの裏庭なんですね、中南米っていうのは、まあ計算してやってるってことですよ。こういったこの中国のワクチン外交ってのはこの先も続いていくんでしょうか。まあ、感染が終わってある程度ワクチン普及すればいいんですが、やっぱりいろんな最近の報道とかを見てるとやっぱ圧倒的に足りませんよね、世界中で、アフリカとか中南米とか、はい、足りないところ、そこそのアメリカも含め先進国がまず自分の国民を優先的にそれはこう接種させると、アメリカなんか特にそうですね。でもその分ですから、そういう効き目のいい非常によく効くワクチンっていうのが先進国がこう持ってるっていうのが
もあって、うん、現実があって途上国にはなかなか回らない、うん、保存が難しいところですね。そういったのがあるから、そこに中国がずっと入っていってるわけですよ。ですから、そこをどうするか、なかなか難しい問題で、中国の需要があるってことですよね、実は。ですから、バイデン大統領もじゃあ追加を出して8000万回分を供与しますよと言ってますけども、これは実は中国の、ワクチン外交というのはそういう先進国が手当てできない国がたくさんあって、はい、実は中国から言うと第三世界って言うんですけど、実は国際機関とか、これの中で票数は多いわけですよ。例えば WHO に台湾ボブザーガーで入れませんよね。これも中国の報道を見てると120何カ国あるだろう。アメリカが集められるのに数十カ国ですね。普段からこうやって手当てして困ってる国の中にを投資したり、まあ、実はベラルーシなんてそうなんですよね。あそこも中国のワクチン接種したりしてるから、日頃からそういうところに、自分の仲間を作って困ってるところにやってると、いざっていう時にですね、票が獲得できる。で、台湾は国際社会から排除できる。非常に長い目で、今に始まったことじゃないんですよ。今回のそのワクチン、世界中にこういろいろ幅広く供給してますけれども、専門家の話だと、どちらかというと薄く広く、その国のこう影響力のある人物だったり、富裕層だったり、そういうところを中心にこう供給してるって話もあって、必ずしもやっぱり人道的な検知だけで供給してるというよりは何か条件をつけてるみたいなね、そんな感じの話がよく聞こえてきますよね。一つ今疑問に思われてるのは中国の国内のですね、ロッドフリーが接種しなかったんですよ。ああ、枠役さん、生産が無用もしかしてないか。そうですよね、メッセンジャー RNA みたいな遺伝子を使ったものだったらかなり大量生産も必要ですけど、スカスカワクチンってそんなに大量生産に本来向かないけど、ね、そうですね、私の専門家じゃないけども、そういう報道はいっぱい出てますよね。で、中国の場合は、ちょっと前まで感染を抑え込んでるって話でしたよね。でも今またぶり返してるわけですよ。安徽省とか、関東省とか、遼寧省とか。それで、国民がバーって一斉に押しかけてですね、接種を受ける、接種するっていう、それ映像で流れてますよね、パニック状態。だから中国も相当な数必要なんですよ。だからそれを本当の数字が今ともわからないっていう、本当に足りてるのか、あといろんな国にこう供与するっていうのも実際に間に合うのかとか、間に合ってない国もあるって聞いてますので、あとはインド洋のセーシェルなんかは中国のワクチンを使ったけども4割ぐらいがまた感染したとか、はい、そういう数字も出てきてるんですけど、なんかもうちょっと時間が経たないとわからないんですが、こういったニュースが増えてくると、また見方が変わってくるというか、パンとこ花火打ち上げましたけど、実際にどこまでそれが機能するかっていうのはもうちょっと見そうですね、中国 の、 そのワクチン自体の信憑性っていうところも少し疑問が出てきてしまう、困ってるところはね、供給することそのものは当然いいことだとは思うんですけども、はい、ちょっとそのいろいろこう条件がついてるようなね、なんかこう疑惑付きなところがありますよね。人道的な支援であってほしいという、はい、こんな弱腰な論調なので、一つ気になるのがこちらの話題なんです。でこちら、武漢起源説は再燃と書きました。これは新型コロナウイルスの起源をめぐってということなんですが、ここまでの流れをまず確認しておきます。こちらです。今年の3月には WHO の調査で1月2月の武漢での発生源調査の結果を発表したところ、武漢ウイルス研究所からの流出説はほぼ否定されていたんですね。ただ5月に入りまして、アメリカのウォールストリートジャーナル、2019年11月、これは新型コロナとみられる患者の初めての報告、12月ですから、それより前にウイルス研究所の研究者3人が体調を崩して通院していたと報じています。この体調を崩したのが、コロナウイルスだったのではないかという疑念があるということですね。で、これを受けてバイデン大統領、発生源の解明に向けた追加調査と、それを90日以内に報告するよう情報機関に指示しています。そして、5月の末にはイギリスでもコロナウイルスは武漢の研究所で作られたとの論文が近く学術誌に掲載されると報じられていたり、こちら情報機関が武漢ウイルス研究所起源の可能性を指摘していると報じられたりと、アメリカだけでなくイギリスでもこのように報じられ始めているということなんですよね。小野さん、実際のところこの武漢起源説というのはどう見てらっしゃいますか？これはもう去年からずっとこれを追求してるんです、実はね。はい、特に共和党ですね、
で共和党が去年の9月にこういう報告書を出してるんです。これファイナル報告書、はい、最終報告書、この中に、はい、今出てきてる話が全部書かれている。あ、これ誰でもダウンロードできます、はい、あ、そんなに前にもうそれは出ていたけれども、これはだからメディアが取り上げなかった。どうしてね、それやっぱり 大統領さんがあって、もうトランプ大統領が言う主張ってのは全部陰謀論とか、あ、ほとんど主流メディアとトランプ大統領は関係が悪くて、ほとんどあのそれまとも取り扱わなかったんですよね、はい、だから1月15日にトランプ政権終わる直前にですね、国務省はですね、ファクトシートってのを出したんですね、はい、でその内容は実は今回ウォールストリートジャーナルで引用されてるわけですよ、つまり大手メディア、主流メディアがまともに取り上げたわけです。でその中に今回あのウォールストリートジャーナルが取り上げた感染者は実は研究所の中にいたんじゃないかとか、うん、全部書かれてるんですよ実は。あ、そうなんだ。だからメディア あの対応が変わった。で今逆にバイデン大統領を批判する流れになってきて、例えば CNN なんかはもう反トランプですごかったんだけど、はい、今はもうバイデン大統領に都合の悪い情報がどんどん出てきてるんです。それも情報機関の筋からこう出てきてるということは、実は情報機関の中もこの起源研究所が怪しいと思ってる人がいるわけですね。うん、意見が一致してないって言ってますけど、その人たちがおそらく不満なんでしょう。支援能力が実はバイデン大統領の挑戦を辞めさせたなんて流してるんですよ。全然変わっちゃったんですよ、メディアが。であとは政界はさっき言ったように共和党がずっと調査してる。でバイデン大統領とか、まあ、バイデン政権の名だたる人、情報長官とか、ブリンケン国務長官とかにしつこく手紙を書くのが多いんですね。ああ、共和党から手紙を送る。そうですそうです、そうです。これはバイデン大統領と情報長官、まあ、バイデン大統領が出した手紙なんです。つか日付を見るとバイデンさんがその指示を出す前ですよね。あ、この内容を見ると非常にあの深刻なことが書いてあるんですよ、はい、これ誰でも読めるんですよ、はい、深刻なことは最後に書いてあって、ニューンズさんという人が書いてあるんだけども、要するにこれはデュアルユーズじゃないか、軍事利用されるじゃないか、それにアメリカの国家機関がお金出してるじゃないか、これほっといていいのか、でそういうことなんですよ。これそのアメリカ の研究所の方からお金をこの武漢研究所にも出して、まあある意味共同でこういうことを研究してると、それがデュアルユースで使われるものじゃないかと、そういう話。それは1月15日のトランプ政権が最後に出した文章が、その中に軍との協力プロジェクトをやってるんだと、ここは書かれている。でそのプロジェクトは何かっていうと、ゲインオフファンクションといって機能を強化するウイルスの、でそのファクトシートに書かれているのは伝染力を高め、殺傷力を高めると書いてあるんですよね。で先ほどありましたよね、デイリーメールイギリスの、はい、あれが紹介した22ページぐらいの論文のサマリー、あれもですね、要するにそれと同じことを書いてあるんですよ、うん、要するに私は専門家じゃないけども、素人が見ても分かるんですよ、使い入りでですね、うん、ウイルスのこの辺にこうスパイクプロテインというのを埋め込んだんだとか、そうすると人間にこう感染しやすいんだとか、それもワクチン研究、ワクチンを作ろうとしているイギリスとノルウェーの学者が見つけたわけですよ、うん、何も政治的とないの。で彼らが言ってるのは前からこういうふうに思ったんだけど、学会誌が発表してくれなかった、かなり医学雑誌とかもあの中国の影響力強いんですね。あ、はい、そのまあ、アメリカ国内ではトランプ政権のへの、まあ、批判というのもあって報じられにくかったというのはあると思うんですけれども、イギリスなどではその中国からの圧力ということですか。いや、イギリスのメディアは一貫してましたよね。あ、そうなの。そういう大統領選の圧力ないから、あのそこにイギリスの情報機関が流すんですよ。でこれは全部ファイブアイズって言って、イギリス、アメリカね、あのカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、あの情報共有してるじゃないですか、はい、ただトランプ政権の時にはですね、情報機関 の、まあ、あの大体の意見としてちょっと、この研究所からリークしたというのはないんじゃないかっていう、ね、それが流れてて、まあ、トランプ政権側の言い分っていうのがあのちょっと消えてたんですね。でそれがここへ来て繰り返してきたということなんですよね。あの一番最初に戻ると、一回その WHO が調査に入った時に、まあかなりこの動物由来の可能性の方が高くて、これ研究所説っていうのは限りなくないだろうという結論を、まあこう一番その上ですけど出しましたけども、これはそうすると、これは結局お手盛りだったということですか。あれは曰く付きで、その報告書がこれなんです。
はい、これが報告書なんです、ここ見ていただくジョイントリサーチ、中国と WHO の、で中国側が17人、はい、WHO 側が17人ですね。まあ、要はその独立してないってことですよね。全然あの記者会見共同でやってましたよね。で帰ってきた後にピーター・エンベンバルクさんっていうその代表団の WHO のトップの人がいますよね、この人が全部バラしちゃったんですよ、あの記者会見で言ったことは。ちょっと向こうにいるとき言えなかった。だって周りを全然いろんな人に囲まれてると言ってましたけど、それはサイエンスって雑誌にそれを喋っちゃったんですね。実はこうだった、冷凍食品説っても実はありありえない、ひっくり返したんですよ、全部。ああ、冷凍食品の中に入って、ね、はい、海外から入ってきたのっていう、はい、あれは報告書の中に載ってるんですよ、はい、研究所から漏れたように上に来てるんですよ。で彼が言ってるのは、だってあの当時冷凍食品から感染してた例はほとんど聞いてないよって、そういうこと言ったり、あと実験室から漏れた説っていうのはほとんどないって言ってましたよね、報告書では。だけど彼が言ってるのはただ調査できなかっただけで、これは国連が総出で行かないと僕らには無理だ、つまり彼が中国にいるときには喋れなかった、ただ先ほどそのバイデン大統領も追加の調査を指示したとありましたけれども、そうやって調査をしていった結果、そのアメリカも関わっていたとなってしまう可能性もあるということですよね。そうどうアメリカはそこはですね、アメリカのこの共和党の議員さんたちの手紙を読むと、はい、また起きるか、これだけの人が死んでると、だからこれはもう党派を超えてやらなきゃいけない、政治的なものではなくて。そうです、これ調べていくと、はい、その危ない研究っていうのはですね、2014年に1回この研究ウイルス、武漢ウイルス研究所と関係なくアメリカで1回中止したんですよ、こういった研究の可能性を再中したんだ。で2017年に実はガイドライン決めて再開してるんですよ。でこれを本格的にやめたのは2020年4月19日なんですよ。パンデミックになったからやめたんですよね。だからそれはトランプ政権も関係してるから、はい、トランプさんは直接やったっていうんです、国立衛生研究所とその下 の, あのアレルギー感染症研究所で、そのトップがファウチさんだったり、はい、ファウチさんが公聴会に呼ばれたりとかして、メールも暴露されたり、そうなってくると、これアメリカの国家機関がそういう、機関にあの研究所にお金を出してた。で実はその研究所はもう前から危ないって言われてたわけですよ。2018年にはそこを訪れたアメリカの外交官が公電を打ってるんですね、本国に、ここはちょっとセキュリティが良くないよと。でもともとフランスの菌を入れて作ったあの実験室で、あの非常にレベルの高い BSL4 って一番レベルの高い危ないウイルスを扱う実験室でしょ。でもフランスがですね、契約を中国に契約違反されてですね、施工段階で中国の企業が施工しちゃったんですよ。だから後でシャワーに不具合が出たり、実はそういったことも当時から報道されてるんですよ、2017年ぐらい。アメリカ全部知ってるはずなんですよ、そういうのがネイチャーっていう雑誌に出たりしてた。それでも やらせてたわけですよ。これ最後でも何か解明できるんですかね、もうこれだけ時間が経ってしまって。これはあのバイデン政権にとっても、あのアメリカにとっても中国にとっても一番ありがたいのは早く動物が見つかることです。で一件落着もそうです、本当にだったらいい行動だったって終わっちゃうんで、動物が見つからないんですよ。で最初は市場にいる動物が媒介したって言うけども、中国はその動物のリストを出してないでしょ。で市場説はもうなくなったし、中国側が否定したしあるから、そうすると動物じゃないってことになっちゃうんで、まあだから中国がそれ証明できればあっという間に終わっちゃいます。でこれはこの話は全部消えるので、もう一件落着で動物の原因だったコウモリなのか、その間の中間証書なのか、それが見つからない限りは、実験室そのものに何かがあったっていうことをどんどん調べられていくだろうし、もう一つは研究者自身がウイルスそのものを調べるということですね。これはバイオエンジニアリングしたんだ、スパイクプロテイン打ってあるのもうやってますよね今、それがこう、国際的な、そういう雑誌に出たりする医学雑誌、これは両面でこう進んでいくわけですよ。あとは WHO はもう一回行きたいって言ってるから、はい、で血液見せろって言ってます。でこの間の調査は全然収穫はなかったんじゃないんですよ。限られたデータを調べてみると、12月じゃないんです、感染が始まったのに。はい、これ帰ってからあのピーター・エンベン・バロクさんも言ってるけど、CNN は13種類の変異株ができてた、12月に。
はい、もっと前だろう、テドロスさんも10月ぐらいじゃないか、もっと前かもって言ってるんですね、うん、でそこの大量のデータ出してくれっていうところで終わったんですよ。あ、で中国はまたそれ許可してないんですよ、うん、でそれ調べると初期段階は分かりますよね。そうですね、うん、まあ、こういうのは私の仕事じゃなくて、うん、そういう専門家の科学者の方が気になるならどうぞ。ただ本当に繰り返さないためには大元を発見しなければならないわけですから、ね、ちょっとこの武漢起源説、はい、この先どうなっていくのかということですね。角が立つほどディープな話でしたね。ディープでしたね、うん、またさらにディープになっていそうな話題です。この先も考えていきます。ということで本日コオロギさんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、ということで日経プラスナイトというニュースの疑問は BS テレ東で毎週土曜日朝9時30分から放送しています。ぜひご覧ください。ツイッターやフェイスブックで皆さんからの疑問や取り上げてほしい話題なども募集していますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。ということで本日キャスター門谷亜希子の肩が立つほど伺います。ここまでです。ありがとうございました。テレ東自体が追求できないから、今まで陰謀論を捉えてたわけだから、まろやかにお聞きしますとかに変えればもうちょっと納得できる。お前らが陰謀論だって言ってたでしょって話を報道しなかったり、知られやすいんだ今まで。そういうもんなんだよね。高橋由一チャンネル。ワクチン接種が順調に進んでおりますが、いまだにワクチンが危ないっていう意見結構あって、割と信じてる人いるんですけど、これなんでなんでしょう。まあ、はっきり言って反ワクチン団体っていうのがいてね、まあ、そういう反ワクチンの活動家がいるんで、そういうことですよ。でこの反ワクチンの活動家っていうのはね、世界中にいるのはいるんだけど、日本はちょっと多いかもしれない。まあ他の国もいます。で、そういうのは反ワクチン活動家っていうのが弱い。で、その一環です。ここにいます。日本の場合はね、ちょっと戦後をいろいろ研究してます。ワクチン研究者を戦後するっていうのは、ワクチン研究者の話を聞いて、強制的に打つ。両方接種法で強制的に打つっていうことで、これで実は日本のいろんな病気っていうのはすごくなったので、それで世界の中で結構活動家でも生まれたんですけどね、大体いくらかい1980年ぐらいワクチンの臭い副反応って言ったら、これがひどいっていうので、どんどん、まあ、そのワクチン活動家が増えてきて、これ政府に対しては強くかけて、それで両方接種っていうのをどんどんやんなくなったっていう、ワクチンっていうのをやんなくなったっていう歴史があるんですよ。だからこのそういうふうな活動家から見ると非常に成果がいうので、1994年の予防接種法っていうのが、まあ、その最後のものなんだけど、もう全部陰接種っていう話してたんですよ。だからそういうことからは、その日本のワクチンっていうのは、その前は、まあ世界の輸出ぐらいに日本は先進国だったんだけど、それでもう反ワクチン運動で、なんでワクチンを強制接種しなかったんでしょ。だから日本のメーカーかなんかもだんだん衰えていったっていう歴史があるんですよ。だからそれをね、またね、もう一回というふうに思ってんじゃないかな、ワクチン活動家は。またもう一回やって、これね、はっきり世界でもひどいの。で、ワクチンの最たるもので、一番ひどい活動だったって言われてるのが、子宮頸がんです。あれ、ほんのちょっと副反応が出るんで、もうみんなやんなくなっちゃったでしょ。あれ、やんなくなっちゃったって、年間で数千人死んでるんですよ。これはものすごいひどいやり方だっていうので、有名ですね。だからこれ、ある意味で反ワクチンの非社会的な活動が、実は日本では結構成功しちゃったっていうところがありますね。そこでもう一回やりたい。はっきり言うと、ワクチンが危ないっていうのは、ワクチンを打つことによるメリットと、ワクチンを打つことによる副反応のバランスでしかないわけ。さっき子宮頸がんの話したんだけど、打たないとやっぱり年間数千人は亡くなっちゃう。ワクチン打ったところで、それは副反応でありますよ。あるけれど、その数千人を救えるっていう意味では、副反応のリスクがはるかに低い。で、このコロナの話について言えばね、コロナのワクチンを打つと、多分身の回りの人とか高齢者なんかに対
ですね。で、副反応っていうのはそれで時々ごく稀にはなくなる方もいますけどね、副反応のリスクっていうのはものすごく低い。だから副反応のリスクが低いのだけどゼロじゃないって言い方するでしょ。そう、それは多いですよ。ゼロじゃないけど、そのリスクはゼロじゃないけれど、それによる何ていうか社会的なメリットがはるかに大きいっていうのがワクチンですよ。危ない危ないって言ってて、言ってる人ってどうなのか、危ない危ないって言ってるんだけど、自分がかかって身の回りの人にかからせるってリスクを実は無視してるっていう。何が目的なんですか、反ワクチンの人たち。なんとなく自然がいいとかね、そういうふうなところが、まあ、まず根っこがある。ある意味で、自然とかにウイルスに対抗するっていう形になると、実は自然がいいってことだと、何も治療しないで、で、そういうことを考えると、例えば、新型コロナの 2% ぐらい亡くなった事実だ。ちょっと日本国民で、じゃあなんで学者が言うことを陰謀論って言うの？そうすると、どのくらい陰謀論か。だからそこを教えてくれないと解決しないよ。分かんないよ、そんな。だから分かんないから、分かんないよ、そういう学者の意見もあるっていうことでしょ。分かんなければって。明確にいいものって分かってるんですよ。200万人ぐらいを死ぬことを持っておくか、もしくはワクチンっていう形で打って抑えるかって、その選択だけだ。まあ、そういう人たちに限ってなんか、ずっと自粛しとけみたいな。自粛して、動かなければいいでしょって言うんだけど、それずっとそれ続くけどね。あれ、仕事しないってことですか。俺の政府を助けてくれとか、違いますか。話としては矛盾してるから、世界中でワクチンを打って副反応があるんだけど、それでもすっきりしたものがいいでしょと。副反応があったにしても、ほんのちょっとしたあるんだけど、それでもマスクしないでその後活動できた方がいいでしょって言ってる人がさ、ものすごい意見で、ワクチンの中にサザナミ当たってるよ。ビルゲイツがサザナミって言ってる人がワクチン打った方がいいっていうのも、なんか世界を制覇しようとしてるみたいな。大したことないのにワクチン必要かっていう話だったそのちっちゃいマイクロチップ見せて、もうワクチンがすでにあるんだから、そこで調べてもらうんでしょ。なんかよく、本当によく言われてるのが、なんか人類をちょっと減らす計画に、そういうビル・ゲイツはじめ、そういうなんかディープステートの人たちが加担してるから、これは全部仕組まれてるみたいな、言われてるんですけど、惜しくないけど、ワクチンをちゃんと見れば分かるんだから、それ見せてよって。こんなちっちゃいね、あの透明のワクチンだからね、すごいね、ミクロの世界みたいな、ミクロ消したいみたいなのが入ってたら面白いから、そうすんで。そうでも、理論的に見た方がいい。下がってるよ、ミクロ消したい。無理でしょ、僕は。面白いよね、そういう人たちってね、言うことが。死亡者の技術で、そんなこと絶対できないよ。ミクロのなんか消したいみたいな話は。見た方がいいよ、そういうのは。ちゃんと運動的に知識がないからでしょ。要するにこれはメッセンジャーの NA っていう技術を使ってるんだけど、メッセンジャーの NA っていうのは、まあ、電子を作るときにコピーするときに使う話なんだけど、それでワクチンの疑似遺伝子みたいなのを体の中に作らせるって話なんだよね。でメッセンジャーの NA って自体はすごく脆弱なものだから、体の中ですぐなくなっちゃう、溶けてなくなっちゃう、ね、1週間の10日はすぐなくなっちゃう、それを抑えるために冷凍っていうのが必要で、ね、冷凍させるってことはすぐ壊れやすいってことなのね。だからその冷凍がもうもしうまくいかなければすぐ壊れちゃうような世界だから、だから体の中にあるとすぐ実はなくなっちゃうっていうことなんで、そういう危険性はすごく少ないですよ。遺伝子操作したものの体の中で大変なの？遺伝子操作したっていうか、メッセンジャーの NA で疑似的な病気にかかった状態を作るのは事実だよね。だからそれはでも今までの、ワクチンの歴史でもみんな同じような、ちょっとワクチンを無毒化するとかね、それで同じような技術はみんなあるわけ、ね、だからそれでワクチンを否定するっていうのが近くなるわけね。そういうふうな体の中に全てのものが入れるの嫌だって人は、これ自然にほっとけってことでしょう。そうすると日本の中で200万人ぐらい、なんでか教えてほしい。遺伝子組み換えをちょっと怖い。あれはだから人為的な話があって、それに対する恐怖感というのがあるんじゃないの。未知のものだという、ね、未知のものということになるのすべてはこういうことになるんです、この手の話っていうのは反科学っていうのと似てる。反科学っていうのは、はっきり言うと感情とかそういうのに近いわけ。だから私なんかあれでしょ、データを調べるから科学的でしょ、こういう人の機会だ感情とかそういう人だから、だから感情だけで話す人に多いんだけど、まああれでしょ、半原発に近いんじゃないの。科学は嫌いだと。あ、自給自足が素晴らしいみたいな人たち、だからもうそういう人たちやって、ね、自給自足でどっかでしっかりしてくれてもいいかもしれないけどね。
あっち側の人に、あの自給自足で江戸時代がいいとかね、石器時代がいいとかいう人いるからね。なんでそんな発想になるの？科学っていうのに対するアレルギーなんじゃない？アレルギーじゃないかな。私が思うと、そういう人って発想も似てるんだけど、感情。雰囲気なんか似てるんだよ。だからさっきのリスクの説明なんかを言うと数秒的でしょ、うん、そういうのは嫌いなの。大昔の頃のキリスト教と科学の戦いみたいな感じにちょっと似てるかもしれないね。だからあの科学を否定するって人は結構そうだよ。宗教ですね。そう感情だからね。まあそれに近いかもしれないよね。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、高橋陽一さんと川田先生に対談していただいた、はい、で終わってこの収録と。そうなんですね。あのなんかしょっちゅう高橋さんと文化人放送部の人たちよく一緒になるんですなんですけど、はい、いろいろたんだと1対1で、まあ、ベントの雑誌ちゃんと話すというのは、はいはい、要するにね、あのまさにあの新怪獣闘争の被害者となって、はい、なんですよ、高橋さんが。例のサザナミ。うん、サザナミ、そして、への両方でこうなったんですけど、これはもう典型的な、あの、新階級闘争における、この四強リベラル勢力の攻撃を一身に浴びたという意味で、これはあの森元市長が、この女性蔑視発言とされた、実は女性蔑視発言も何度もなくて、正反対の女性を褒めた発言だったんだけど、それを切り取られてやられたのに続き、そのさざ波という言葉、それのいかにそれがさざ波であるか、外国に比べてさざ波であるかって、ちゃんとグラフでもきちんとやってるのに、その部分は触れられず、そのさざ波だけを取られ、あの騒動になっていって、そして、人格も含め、すべて、叩き、潰してやろうという勢力。でまあ、これ、いかにしてもカルチャーあのやり方なんですけど、これも私が本に書いてる通りのことをやってくれたので、非常に先ほど話が始まりましたですね。その裏舞台から何から全部話し合いました。はい、大学にどんなところ嫌がらせがあって、それはすごいですよね。やり方がやっぱり大学への嫌がらせが、その、まあ、あ同じやり方のその言葉の、同じ言葉の、こういう理念のだけでもって、まあ、あの、いかがわしいリンクに、その、大学の電話番号を貼って、いたずらをするとか、そういう、まあ、刑事犯罪に、まあ、被害届は出してるらしいので、刑事犯罪のような、あことも大学にやられるというね、そういう、うちの話を貼って聞きましたので、次の日、はい、さすがいいですか。は6月25日です。25日です。はい、高橋さん、あの詳しく聞いてありますので、はい、高橋さんの件も、うん、森さんの件も、うん、実は東京五輪を中心に持っていきたい人だけが伝えてるってことですか、ね、はい、だから、あの東京五輪を中心にするっていうそのこの論っていうのがいかにおかしいか、うん、常識で考えたら分かるわけですけど、ね、これ何かと言ったら、あの私たち、要するに日本は手を挙げて東京にあの五輪にやらせてくださいっていうことで立候補して、そして激しい戦いの末に、勝ち取ったわけですよ、はい、で勝ち取った瞬間に責任が生じるわけですよ。それは世界のアスリートと世界のビジネスたちに気持ちよくきちんとこの東京五輪で力を発揮してもらって、はい、勝負の世界を見せてもらって、そして私たちはその努力に拍手を送りたいこれ立候補、それの役目を負ったわけですから、それをもう全くそのさざ波、世界から言えばさざ波、要するにフランスもそうなんだけど、もうどん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 下がっていって、すべてもうマスクもない、何もない、全部の、この今まで自粛してたものすべて解き放っても、まだ日本の倍以上、
その感染者数の倍以上なのに、それなのに、皆さんはもうマスクもやめてる、もう次々、もうそれで欧州選手権、サッカーの欧州選手権もこれ始まるということで、これはもうすごいことになってますよ。それを日本がもしこれを大阪並みで返上したら、日本のまあ、あの責任感のなさ、使命感のなさ、そしていい加減さということで、まあ、賠償金、巨額の賠償金だけじゃなくて、大変なことになるのに、それでも日本に打撃を与える、貶めるために、こういう東京五輪中止論が未だに続いておりますのでね、私ちょっとワイドショーがあまりにもひどいっていうので、いろいろこの私のリクが来たりしてるので、取り上げてくれとかって言われるので、ちょっと今日見たんですけどね、すごいですよ。要するに、あの吐き気を催すっていうことをそのいろんな人が言ってるので、本当にそうかなと思って、チャンネルパパってやってみたら、吐き気催しました。本当に精神衛生上良くない。要するに、命か五輪かって、誰が命か五輪かなんですか、なんでですか、このワクチンを打って、やってきて、そして抗原検査もこの空港でやって、そして毎日 PCR 検査もやって、そして選手村と競技場の間、これを往復するだけの人たちですよ、ね、そこで戦いをやろうと言ってたち、ここまでやって、そして今、記者たちにも、大会関係者ですよね、これにも、このワクチン、そして PCR をどうするかっていうことで議論してるけど、そういうふうに一生懸命安全な大会をやるために責任を果たそうとしている多くの関係者に対して、無責任だとか、中止にしろとか、何のことで言ってるかっていうことで、私はもしこれで、もう大谷選手権がいるんだとか、メジャーリーグのあのオールスターが、ものすごいお祭りの場合は7月に日本が返上したら、何十分の1の感染者の日本が返上したら、日本はもう二度と信用は国際社会から受けることができませんよ。日本は二度と五輪なんか来ないし、だからそういうことを平気で主張している4秒リベラル勢力に本当に怒りを感じます。共産党であったり、はい、はい、目的はまさに日本を貶めて、はい、日本を貶めて自民党政権を倒すということで、このもうそれ詳しくその裏舞台はこの本の中に書かせてもらって、だからもう山根さんだけじゃなくていろんな人からもう書いてることが全部当たりましたねっていう、当たりましたっていう言い方が違うんですよ、違うんですよ、現状を書いてるだけなんだから当たる当たらないだろうって、それはその通りだと思いますよっていう最近言ってますけど、まあ日本だけじゃなくて、なんかおじさんのメール見た、これ山田さん、世界の今の現状どう見てます、いろんなことが今世界で動いてるじゃないですか、関心があるのは何ですか。僕はですね、まあ今のトレゴリにしても、うん、まあ、政治的な目的が先にあって、はい、それに基づいてこう情報が歪められてますよ、はい、で例えば今アメリカで、起きている動きだと、はいはいはい、武漢ウイルス、武漢ウイルスのね、これ流出説のね、要するに起源の問題で武漢病毒研究所の流出説っていうのは、まあ私これあれは違いますけど、この出版社は違いますけど、エビのニュースで詳しく書きましたけど、そのもうその2015年段階でウイルスにですね、この操作してですね、この人間の ACE2 受容体って機関紙にあるんですけど、ここに入り込めるようにこのウイルスをこれ操作しましてね、S スパイクっていうのをつついて、それで人間に感染できるようにして実験したことが、もう2015年 の論文にも出てるんですよ。でそれネイチャーメディシンがそれ書いてて、でそれがものすごい大きな反響を呼ぶんですけど、なぜかというと3日後にそれの兄貴分であるネイチャーってのがあるんですけど、これはまあ有名なあれですよね、そのネイチャーのレグラン・バトラーっていう有名な記者がいるんですけど、これがいかにこの実験が危険であるか、こういう実験は許されないっていうのを3日後に出してるんですよ。
それで大論争が起こってる。これなんで3日後かっていうと、ネイチャーメディシンとネイチャーもちろんあのこの親分顧問のあれですから、ネイチャーメディシンこれが全部これ問題だっていうことで、並行してずっと取材して世界中取材をして、これはよろしくないっていうことをあの記事作っといて、でネイチャーメディシンが3日前に2015年11月に出して、その3日後にネイチャーがこのマトラク社がバーンと出すわけです。その時に大論争が出てるんですよ。で今新しく出てきてるのは、あのアメリカが実はお金を出してましたということなんですよ。ドクター・ファイちゃんも全部これ牛耳ってますから、これ今大変な問題になってきてますけど、このドクター・ファウチっていうのは国立アレルギー感染症研究所の所長なわけだけど、これがそのもうこの危険な実験はやっちゃダメだっていうふうに言われて、そしてこの海外でその実験をこの委託するんですよね。その機能獲得実験に原因を話すって言うんだけど、これの方に委託をする、その委託をする、そしてそれをするのが、まあ、エコヘルスアライアンスっていうあのところなんだけど、でそこのそのピーター・ダザンという人間とこれはまあ一体化してるんですけど、このファウチとこれは一体化してるんですけど、そこを通じて武漢病毒研究所にその4億円もの、その、あの資金を提供してたっていうことも明らかになってきたわけです。でそうするともうこれあのウォーターゲート事件とかあのペンタゴンペーパーとかのあのレベルじゃない、恐ろしい、あのジャーナリズムにとっても恐ろしいこのネタになってきたわけで、これはあの何がすごいかっていうと、それはもう当然1億7000万人もあの感染して400万人の人が亡くなってますから、コロナ、それが実はアメリカも関わっていた、そして武漢病毒研究所にこういうお金が入っていたっていうことまで明らかになってきたわけですから、それを去年からこの分かってるわけです。それをトランプ政権を倒すために、それが出てきたら不都合だということで、これを陰謀論としていた民衆統計のそのまあ大多数のメディアが、今もうトランプさんはもうあの大統領で亡くなったので、一斉にこれ解禁し始めたわけです。で、そうすると、これは、やっと私は自由対独裁の戦いで、自由が、この勝ってくるんじゃないかと期待をしております。要するに、この新階級闘争って何かっていうと、事実と関係なく、もうヒステリックにゲッテル張りをして、そして要求リベラル勢力がこの自分たちの思い通りの世界を実現するためにやってるのを私はこの本で明らかにしたわけなんですけど、その手法も、そしてそのやった事実も全部今明るみに出ようとしてるので、これから自由陣営が巻き返しに、を図る時が来たなと思って、すごく私はワクワクしてる。これから、まあ、日本の、まあ、高橋洋一さんの件とか、まあ、些細なことって言っちゃうかもしれないですけど、うん、まあ、同じようなことが同じなんです。で世界ではもっと大規模なレベルで、はい、同じようなことが起きる、うん、やっぱりそのために、いや全部階級闘争、階級闘争、うん、要するにマルクス・エンゲルスが共産党宣言で書いたように、はい、人類の歴史とは階級闘争の一時代ってちゃんと書いてますから、はい、あのそれがもう全て現れております。タイミングが良かったなと思っております。次々と明らかになってということで、まあ、今後も、まあ、予言といってはですが、まあ、どんどん当たり続けるんじゃないでしょうかということです。山田さん、ちゃんと分かってますか？はい、もうちゃんと予言が当たってる。予言じゃなくて、予言じゃなくて、これ事実ですから。もう、はい、ほぼ 100% だ、ね、はい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 、だ予言じゃないですよね。予言じゃないですよね。はい、そちらも、楽しんでみてはいかがでしょうか、はい、ということで、はい、近くの職員の人間配給をやってまいりますください。ありがとうございます。どうもありがとうございました。
豪華な別荘が事故物件になってしまったいきさつについてお話ししたいと思います。まあ、この話はですね、日本と多少関係ある話です。この事件の主人公はですね、蘭州ラーメンでおなじみの甘粛省の省都、蘭州出身の男性です。この人はですね、働くために日本に来ていた人なんです。そしてですね、日本で日本人女性と知り合い結婚し、その後日本国籍を取得しているんです。この人は最初に結婚した日本人の女性とはしばらくして離婚してしまうんですよ。その後ですね、中国から留学で来ていた8歳年下の女性と結婚します。この女性も結婚した後、日本国籍を取得しています。で、2人はですね、日本で商売を始めたらしいんですけど、当時は日本の経済が停滞していた時期なんですよね。日本での商売があまりうまくいかない。その一方で中国は経済発展がど真ん中、何やっても儲かる、そういう時期に入ってました。そこで2人はですね、中国に戻って商売をした方がいいと考えたようですね。そこで男性の方は自分の故郷の蘭州に戻り、奥さんの方ですね、自分の故郷の南京に戻りました。その時すでに子供がいたみたいですね。蘭州に戻った夫の方はですね、そこで商売を始めるための資金集めをしていました。この辺がですね、中国の独特なところですけども、日本ですと起業をするのに銀行などの金融機関が資金を調達するというのが一般的ですけども、中国はですね、友達から金を借りて商売を始めるっていうケースが多いんですよ。ですからね、中国の経済というのは統計で把握することが難しいんですよね。この人もですね、結局故郷の友達のところでですね、資金を集めようとしていたんだと思います。そんな中ですね、南京の奥さんから連絡が入ります。子供の調子が悪いんで、一度は南京まで来てくれっていうんですよ。この子供っていうのは、ずっと日本で生まれて日本で育ってるわけですから、中国の飲み物や食べ物が体に合わなかったりやるんですよ。そこで夫がですね、南京に向かったわけです。それからしばらくして、奥さんの方に公安から連絡が入り、高速道路を走っていた旦那さんの車が炎上し、中にいた旦那さんは死亡しました。こういう連絡でした。知らせを受けた奥さんは、夫の戸籍抹消などの手続きを行うことです。その奥さんは保険会社から旦那さんの生命保険を受けていたようです。事情はよくわからないんですが、この旦那さんはですね、日本の複数の保険会社と生命保険契約を結んでいらっしゃいます。結局奥さんはですね、1000万円以上の保険金を受けていたそうです。1000万円といったら、だいたい1億6000万円ぐらいですね。1000万円。おじさんがさ、建物のコスト出してくれたの、見積もり。で、あの土地でしょ。そう、それでいいよ、どういう返事しようっていう話で、だからもう無理ですって言うしかないじゃない。土日話に聞きに来ませんかっていうメールなわけよ。なんかやっぱり両親が無理だっていう判断だから無理だってもうそれしかないよね。以上って言いますからね、もっとたくさん受け取っていた可能性もあります。これだけ高額の保険契約を結んでいたってことでちょっと不思議な気もするんですが、なぜそういう契約をしたのか、これは未だによくわかりません。いずれにしましてね、旦那さんが亡くなったということでがっぽりと保険金を手に入れたかったです。ところがですね、この死んだとされている夫、死んでいなかったんです。子供が悪いから南京に来てると言われた夫はすぐ飛行機で南京に向かったんです。南京と蘭州って非常に離れてるんです。これを車で移動したらとんでもない時間がある。そこでですね、弟にですね、車を預けたんです。ところが弟はですね、車を運転して南京に向かう途中で事故を起こし、車が炎上して死亡してしまったんです。車が炎上したせいでですね、死体の損壊が非常に激しく、誰の遺体だか識別することができない状態になったんです。事故を処理した公安はですね、車の中調べますよね。そうすると、車の持ち主の所持品が出てきます。さらに車を調べると、車の所有者は夫ということになります。なので、公安は夫が死亡したものと考えて、事件を処理したわけです。この知らせを受けた妻はですね、とっさに保険金詐欺を思いついて、夫が死んだものとして手続きを進め、そして保険金を受け取った。
というのが真相だった。保険金を受け取ったのはいいですが、その後です、ね、夫が生きていることがバレると保険会社からは保険金解釈が請求されますし、そもそも保険金を受け取ったこと自体が詐欺なんです。ですから犯罪者として検挙されることになってしまうんです。そこで夫はですね、実家にも帰らず妻の実家にも姿を見せ、偽造した身分証明書を使っていて別人として暮らし始める。友達にも連絡、家族にも連絡、最初のうちは良かったんですけど、ね、だんだん耐えられなくなって、妻から300万円を受け取っていたそうですが、これ日本円で5000万円弱になりますけど、このお金も使ってしまう。そうなると夫はですね、妻の実家にたびたび顔を出すようになります。そしてですね、どういうわけかパスポートを返してくれと要求したそうなんです。日本のパスポートだと思いますけど、なぜそこにこだわったかははっきりしないんですけどね、日本のパスポートっていうのはビザなしでどこにも行きますからね、ほとんど。そういう意味では中国のパスポートと全然価値が違うんですよ。なのでもしかすると海外に釣りに行こうとかそのこと考えたのかもしれません。ところがですね、妻の方にしてパスポートを使ったりすれば生きていることがバレる、それを恐れたんですね。なのでパスポートを預かったら夫に渡さない。そのことで2人は対立するようになりまして、会うたびに喧嘩になっていたそうです。そんなことをしてますからね、妻の実家ではですね、夫は実は生きているってことがバレてしまうんです、ね、祖父の父親も実は夫が生きているってことを知ってしまうんです。妻の実家では夫がたびたびやってくると保険金詐欺がバレる、これはどうにかしなきゃならんと、そういう話になったようです。そこでですね、妻の祖父にあたる人物、この人71歳だったそうですけどね、この人が友達3人です、ね、孫娘の昔の彼氏が付きまとっている、でこの子がちょっと頭がおかしいから強制的に精神病院に連れて行くから手伝ってくれという名目で友達を呼びましてね、妻のところにやってきた男性をですね、拘束し体を縛り上げてしまったんです。そしてですね、南京郊外にある別荘のガレージに運びました。そこでこの老人がですね、男性のつまり自分の孫娘の夫ですね、この人の頭を熱帯打ちにして殺してしまったんです。その後ですね、ガレージの中で死体を解体しました。解体するための刃物なんかですね、前もって用意していたそうです。そしてその死体をですね、別荘地の近くにある、まあ、小さな山があるんですけど、ね、その山の頂上付近にビニール袋に小分けにして遺棄してしまったんですね。ところがですね、遺棄した死体はこの山に登っていた人物に発見されてしまうんですよ。遺棄した場所っていうのがですね、郊外の郊外なんですけど、それほど田舎ではない、むしろですね、南京の市内の人がちょっと遊びに行く、そういう土地なんですね。もっと発見されないようなところに見つければもしかしたら見つからなかったかもしれないんですが、すぐに発見されたものですからね、ビニール袋には指紋が残っているし、いろいろな遺留品とかですね、被害者が誰かすぐに分かってしまう、犯人も簡単に特定されてしまった。結局ですね、妻の祖父が主犯で、妻も死体を解体したりするのを手伝っているということで、2人とも捕まって有罪になっています。ちなみにですね、祖父の方は歓喜2年執行の宣言付きの死刑です。これが事実上は無期徒刑というのは他のコンテンツで説明したと思います。で妻の方は無期徒刑の判決でした。これは後に有期徒刑に変更されています。中国ではですね、一回刑が確定してもその後どんどん軽くなる、そういう仕組みになっているということなんです。まあ、このこともですね、中国の死刑について説明したコンテンツの中で触れてますので、詳しいこと言いませんけども、判決で出た刑よりも軽くなるというのが中国では結構あるんですね。問題はこの別荘で夫が殺され、しかもガレージの中で遺体が解体された、このことが世間に知れ渡ってしまったためですね、この別荘は事故物件とみなされるようになったわけです。本来はこういうものを売却して、ね、保険会社にお金返したり被害者の家族に賠償金を払うために使わないといけないんですが、市場価格では売れないわけです。ちなみに市場価格はですね、日本円でおよそ2億円ぐらいの価値があるクローズです。しかしとても2億円と売れない。こういう物件はですね、安い値段に買ったとしても転売も難しいし、人に貸すにしても借り手がなかなかないんですから、なのでなかなか売れないんです。ところがですね、この物件がオークションにかけられまして、半額よりもちょっと高いぐらいの値段で落札されたんですね。この事故物件、誰が何のためなのかということで中国中の注目を浴びました。どうやらですね、お金持ちのおばさんが買ったみたいなんですよ。目的がよくわからないんですね。自分で住むわけでもなさそうだし、貸すわけでも。ネット上の意見によりますと、長期保有して値上がりするのを待つつもりだろうと言われています。今回は中国の公安が自己死したと誤解したのを利用して生命保険金が掘り手に入れた、しかしその後その事実を隠蔽するために本当に殺されてしまった男性のお話でした。今回の話はここまでです。皆さんチャンネル登録よろしくお願いしますよ。それから SNS やってる方シェアしてくださいね。とにかくね、このチャンネル視聴者少ないんですよ。このままいきますとね、この私非常にやばいことになっちゃうんです。皆さんご協力よろしくお願いしますね。ではまたお会いしましょう。
皆様こんにちは、そしてこんばんは、及川恵里沙です。今日のテーマはトラックが勧めた2つの薬、ヒドロキシクロロキン、イベルメキンということでお送りします。ぜひお伝えください。パンデミックの中でワクチンの接種っていうのは世界的に広がって、日本も少し遅れたんですが、日本も進めている。そんな中でワクチンとは違った方法でこのパンデミックに打ち勝つ道はないのか、そこで今実は注目を見ているのがこの2つの薬、ヒドロキシクロロキン、イベルメクチンなんです。そしてこの2つは実は昨年トランプさんが取り上げた薬でした。今日はこのことについてお送りします。前回の動画でもこのイベルメクチンについて少しだけ、触れたんですけど、今日改めて、こういうふうに考えています。本題に入る前に、明日6月11日、20時55分から、ニコニコチャンネルで、私の新しいチャンネルの、最初の第1回の生放送を行います。この YouTube のこのチャンネルに加えて、ニコニコチャンネルさんの方で新しくこの私のチャンネルを開設することになりました。で、まあこれ、名前は似てるんですけど、及川恵里沙ザ・ウィズダム・ライブ・チャンネルという名前になってまして、まあ、ニコ動ですから、まあ、ライブを中心に行っていくことになると思います。で、またこの、この YouTube チャンネルとの違い、差別化という意味で言うと、この YouTube チャンネルで私はこの国際情勢 YouTuber ということで、国際情勢、海外のことを中心に取り上げているんですが、このニコ動ではプラス、自己啓発、国際情勢プラス自己啓発という、あまり、めったにない取り合わせだったんですけど、私の中ではこの2つのことを、まあ、1つのものとして、このニコ動では取り上げていきたいというふうに思っています。ぜひご興味のある方は、このニコ動のこのページを概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。そして明日6月11日20時55分からの初回放送、前半部分はこの YouTube と同時で、放送します。 YouTube ではもちろん無料で出します。で、後半ぐらいから、ニコ動の有料チャンネルというふうに切り替わります。ぜひこちらも、見ていただければ幸いです。本題に入ります。これは昨年の4月です。トランプ大統領が当時、このパンデミックがまだ始まって数ヶ月の段階で、ワクチン開発を進めていくけれども、しかしワクチンとはまた別の意味で、2つの薬、この2つの薬が安全で、こちらの方がコストが安くて、効果もあっていいんじゃないかというふうに取り上げてきた。それが今日のテーマですね。ヒドロキシクロロキンというのと、イベルメクチンという治療薬。ワクチンっていうのは、まあ、基本的なことですけど、これは予防のためなんですね。予防薬、予防接種っていうふうによく言いますけど、これは予防のためなんです。しかしこの2つの薬は予防薬にもなるんですが、かかってしまった後に治療するための薬、治療薬に当たります。で、昨年このトランプさんが推奨した2つの薬が今脚光を浴びています。ヒドロキシクロロキン、これはもともとマラリアの治療薬なんですよね。それから、関節リウマチの治療薬でもあります。もう一方のイベルメキン、こちらは、抗寄生虫薬、体の中に寄生虫が入る病気、これは人間だけじゃなくて、もともと動物用だったそうですね。犬とか動物用の、寄生虫を殺す、そういう病気だった、薬だったらしいんですが、日本ではこの感染という病気、これも体に寄生虫が入って、皮膚の感染症みたいになった場合、その時にこの感染という病気らしいんですけど、お医者さんに感染だというふうに処方されると、このイベルメクチンが、まあ、処方薬として、出てくるということになっていて、別の言い方をすると、この感染でもならない限りこのイベルメクチンは処方されないみたいなんですね。で、この2つの薬、全然このパンデミックとは全く一見関係ないように見えるんですが、実はこのパンデミックに最も効くんじゃないかというふうに
月ぐらいから急激に感染者が増えて、まあ、インドでの第2波というのが起きたんですが、まあ、1日多い時で40万人が新規に感染したということが起きました。このインドで、トランプをする、これはWND というアメリカの保守系のメディアなんですけど、インド政府がトランプの薬を投入したら感染数が減少した。実は激減したんですね。それが先ほどの2つの薬だったわけです。で、これインドでは、まあ、このようにもう突然急に第2波がやってきて、まあ、あんまりその備えもなかったし、ワクチンもとにかく人口が多いですから十分な数が手に入っていなかったわけですね。で、困ったインド政府はロシアの軍事戦に頼んだりとかして、まあ、からワクチンをかき集めたわけですけど、しかし効果がなかった。感染者の数がどんどん増えていって、で、犠牲者もどんどん増えていったので、こうやって、まあ、インドでは犠牲者を、まあ、火葬っていうか、まあ、燃やすわけですよね。でもその火葬場がもう死体いっぱいになったという恐ろしいような映像が、まあ、いろいろ出てきたんですが、実際にはこの数字だけ見ると、こういう、もうこんな感じで、昨年の3月ぐらいまで普通だったのが、4月から急にこんな上がっていったんですね。で、この時に、ワクチンがすでに使ってたわけです。使ってたんだけど、効果がなかった。で、これ4月の後半ぐらいです。4月の後半ぐらいから、イベルメクチンも使える。そしたら、ここで1日40万というピークがあったんですけど、この後急激に下がってるんですね。で、こういう効果があったわけです。で、インドのメディアでは、このイベルメクチン、打ち切りなんですよね。で、これはインディアトゥデイという、やっぱりインドのメディアなんですが、つい数日前、6月7日の記事なんですが、トランプ推奨のヒドロキシクロロキンを覚えているかっていう、そういう見出しになってるんですけど、これ、イベルメクチンだけじゃなくて、ヒドロキシクロロキンも、どうも使われてるらしいんですね。で、もう一度、このインドの感染者の数っていうのを追ってみると、昨年第1波のピークがあった、1日に一番多い時で9万7000人が感染したというんですけど、それが一旦こう、収束したんですね。で、4月から、今年の4月から急に増えていった。で、その後の減り方がこれものすごい急角度で減ってますよね。これがワクチンで減ったわけではなくて、このイベルメクチンとヒドロキシクロロキンによって、この治療薬によって、まあ、減っていったっていうんです。で、まあ、これ実際に、かかった人に投与したっていうのがあるんですけど、予防薬としてかかってない人にこの2つの薬を使っていったというふうに言われています。で、これは昨日の動画でも触れられましたが、6月7日、デザートリビューっていう、これもアメリカのメディアなんですが、インドの弁護士協会が WHO をイベルメクチンに関して提訴したっていうんですよ。どういうことかというと、このインドの第2波が起きたときに、インド政府は WHO に相談した。そしたら WHO はあくまでも、ワクチンを使ってくださいと。で、ただインドではイベルメクチンを使ってもいいんじゃないかと相談したんですが、WHO はイベルメクチンに対して非常に否定的で、使えるっていう証拠がないと。だからイベルメクチンはダメだというふうに言ってきたらしいんです。で、インド政府は一時それに従って、で、まあ、ワクチン中心に行ったわけですね。しかし、全く止まらなかった、感染拡大が。で、そこで、まあ、インドの中央政府じゃなくて、インドの州の、一部の州政府が、イベルメクチンを独自の判断で使い始めたんですね。そうしたら急激に、数字が下がっていった。で、それを見て、いろんな州が、まあ、次から次へとこのイベルメクチンを使い始めた。で、使ってない州との差が激しくなっていったんですね。で、この結果を見て、このインドの弁護士協会が WHO に対して、イベルメクチンについて間違った情報をミスリードしたんだと。それがなかったら、もっと早くイベルメクチンを使っていれば、失わなくて済んだ命がたくさんいたんだということで提訴してるってですね。こんなことができているわけなんです。で、このイベルメクチンってそもそもどんな薬なのか。これ2020年、この
昨年のパンデミックが始まった初期の頃、この時ですね、誰もが思ったことがあります。それはこれが世界に広まっていた場合、先進国よりも途上国で大変なことになるだろうと。途上国、特に衛生状態の悪い国でもし広まっていったら大変なことになるだろうというふうに言われていたわけです。ところが現実は違っていました。アフリカでは広まらなかったんですね。今でも、びっくりするぐらいこのパンデミックの数は少ないんですよね。一体なぜなのか、考えられる理由っていうのが、アフリカの風土病に対してイベルメクチンを数年前から投与していたということがあります。で、これはアフリカでは先ほどの寄生虫、その寄生虫がたくさんいて、でその寄生虫が動物の中に入ったり、それから動物の中に入っちゃうと動物が死んでいく。人間に入るとアフリカでは目に来て失明する人が多いらしかったんですね。でそれに対して、治療薬はないのかということで、注目されたのがこのイベルメクチンだったんですね。でこのイベルメクチンがアフリカで投与されて、多くのアフリカ人が救われているわけです。でこれを作った人が日本人、大村聡先生です。北里大学特別栄誉教授、2015年のノーベル賞、ノーベル生理学医学賞の受賞者でありまして、日本の誇りですね。この方が発明したわけです。で、これ昨日の動画でも取り上げましたけど、伊豆の土の中から、なんかゴルフ場の近くの土の中から、発見した細菌、特別の細菌を発見して、その細菌を使ってこのイベルメクチンの元となるものを作っていたらしいんですね。で、その力によって体内の虫を殺す力が生まれた。で、これがアフリカでの奇跡的な成果につながっていたわけです。で、この大村先生はこの時最初に見つけたこの細菌っていうのが伊豆の土の中から出てきたわけですけど、じゃあその後何回も出てきたかというと、一回しか出てこなかったらしいですね、その細菌が。ということで、これは神様からの贈り物だったんだと、というふうに言われています。で、この薬が、実は、このアフリカの現状から見ても、どうも、このパンデミックに効いてるみたいな。ということで、実は随分早くから注目されていたんです。昨年の半ばぐらいからも注目されていて、で結構日本のメディアでも取り上げられてるんですよね。これは週刊文春の昨年の7月の記事です。ノーベル賞科学者大村聡が語る抗寄生虫薬の意外な可能性ということで、大村先生のインタビューに出ています。でそれ以外にも読売新聞に出たり、それから日本放送のラジオかなで取り上げられて、いろんなところで取り上げられてるんですよ。ですから知ってる人は知ってる。しかし、まだ日本全体で知られてるわけではないんですね。で、この大村先生はそれが何とか正式に入手の承認を受けて、パンデミックのために使われた方がいいんじゃないかというお考えがあるんです。で、政府も実はこうやってマスコミに出てるぐらいですから、注目して大村先生のところに、臨床実験ですね、これをやってくれって依頼もあったみたいなんですけど、しかし現時点でまだ承認に至っていません。で、ただ、結構政界では注目してる人もいたみたいで、で与党野党を問わず注目して見に行って、で注目した議員のところには大村先生が特別にレクチャーをしたりとかされていたりするんですね。そしてもう昨日ぐらいなんですけど、国会で、こういう法案が出ています。新型インフルエンザ等特定医薬品指定特措法案ということで、これインフルエンザになってますけど、この今回のパンデミックの感じは、パンデミックに関しては法律的には、新型インフルエンザ等っていう言い方になってるんですよね。で、そこで、このパンデミックに指定は今されてないんだけど、緊急事態なので、緊急に、特例として治療薬として指定するということができる、そういう法律、そういう特措法、その法案なんですね。これを立憲民主党が出してくるんですよ。立憲民主党が出してくるって言うと、今なんかすごく評判が悪いので、
イメージ悪いので、あのえっていう感じがあるかもしれませんけど、まあこういうあのとは別として、とは別としてこういうことを やるこういうことを考える議員さんもいるわけですね。ただ残念なことに今このタイミングで国会に出しても、ましてや野党が出したとしても、国会で成立の見通しはないようなんです。あの本当はこういうのは超党派でやらないとなかなか成立しないと思うんですよね。でこういうのこそ超党派でやってほしいんですが、なかなかそうならないのが現実のようです。でここまでは日本の状況なんですが、アメリカでも似たようなことがあって、アメリカで、ヒドロキシクロロキンを推奨している先生がいるんですね。教授がこの方です。ドクター・ハービー・リッシュという、イェール大学の教授です。でこの人は今アメリカの保守系のメディアで引っ張りだこなんですよね。FOX の番組にインタビューで出たりとか、まあ、これも FOX なんですけど、マーク・レミンという、まあ、保守系の重鎮の番組に呼ばれたりとか、オーストラリアのスカイ・ニューズっていうところに呼ばれたりとか、スティーブ・マノンのウォールームに出たりとか、まあ、もう本当にいっぱいだからあちこち出てるみたいなんですけど、まあ、トランプが取り上げた薬、この薬が本当はパンデミックに使えるんじゃないかということで、まあ、いろんなところで発信をされています。ということでアメリカでもだんだん有名になってきつつあるみたいなんですが、しかしまだ正式に承認されているわけではありません。ましてや WHO が、これに注目したり承認するという動きには全くなっていないんですね。で、まあ、その背景にあるのはどうもそれは薬に自体に問題があるとか足りないものがあるっていう科学的な理由ではなく政治的な理由のようなんですね。この辺がなかなかこの YouTube で、スパッと言いにくい、ところではあるわけなんですけど、要はこの政治的な背景があって、まあ、ワクチンとの絡みですよね。ワクチンとの絡みがあって承認されないということになっているようなんですね。で、この件に関しては私はこれ時間がかかる話だと思うんですけど、そもそもこのパンデミックっていうのは時間がかかると思うんです。このパンデミックが今ワクチン接種が世界中で広まり、日本でも広まって、それによってワクチンによってこのパンデミックが収束して、どっかで WHO あたりが収束宣言とかっていうふうになるかというと、そうなるといいんですけど、残念ながらそうならない見通しですね。随分長期戦になるんじゃないかと、数年もしくは数十年なんていう話まで、まあ、アメリカのマスコミでは出始めてますね。でだったとしたらこのパンデミックに対して今のところワクチンのみに頼るという、まあ、そういう体制ですけど、今回取り上げたようなこの全く違った分野の薬がこの意外なことにこのパンデミックに効くんだというところが注目されるようになるのではないかというふうに思います。ということでこのチャンネルでも引き続きこの件を、注目して取り上げていきたいと、繰り返し取り上げていきたいと考えています。今日はここまでです。ご視聴誠にありがとうございました。I'm Molly Elizabeth, and here's how I live on my $40,000 a year salary. I'm 20 years old. I'm a fashion designer. I have my own clothing label called Belle de Voir, and I'm currently a fashion stylist and creative director. My apartment is a 470 square foot studio space that I share with my boyfriend in downtown Los Angeles. I pay $2,000 a month in rent and $100 in utilities, but that price is split between me and my boyfriend.Besides rent, my most expensive bill would probably balance between food and clothing. I would describe my relationship with money as a lot better. When I first moved to LA, I spent so much money, I would go to like the weekly trading post.
Post, which is pretty much a giant thrift store, and spend a lot of money. And also, I did a lot of styling things for free because I wanted to build my portfolio. So I went through a lot of money when I first moved to LA, but I'm finally like building my savings. And now that I also have a 9-to-5 to balance my freelance work, I'm able to start saving. Something I wish I could pay off today would definitely be my student loans. I hate having debt. As you can tell, like with my credit card, I paid off every month. So if I could pay off that $10,000, that would be like, amazing. That's like what I'm working for now. This tattoo is when I got matching with my friend, but we're not friends anymore. And I got it first though, so she matched me. It's kind of a scary process. They pretty much like get this metal thing that like sparks. It's kind of scary. It hurts really bad. It hurts way more than getting a tattoo. But yeah, that's the process. So the lasering is for laser hair removal, just so you like never have to shave again. It's pretty nice. The total lasering process for the tattoos about $600, and then laser hair removal is about, I think, like $1,200, so the total process ends up being about $2,000. Okay, so it's time. Let me show you my apartment. This is the entryway. This wreath right here I got at Target, and it's super cute. I love it. Adds another plant vibe in the apartment. And then over here we have the coat rack. I just like to keep my favorite jackets. This is my favorite coat, like, ever. Always keep it here on this hook. I mean, you need to wear coats a lot of times in LA just because at night it gets really cool. And I feel like even though it's, like, warm year-round, I feel like during the summer a lot, you still get cool days. Here's the corner of my entryway. I have this chair here that I got from Target. I was eyeing it for a couple months and then purchased it last fall. Super cool because it has fur down here, and then they had this pillow on it on the display, and I was like, that matches so perfectly, so I had to get it. And then I have this Vampire Weekend framed album artwork that I picked up at a thrift shop. So I love this corner, and it's great when like putting your shoes on to have like a chair to sit down in. One of the perks with living with my boyfriend is he's always willing to do the laundry for me while I'm at work. The disadvantages are, like I said, I'm a clean freak, he's not, so sometimes there are messes. I actually have an apartment laundry, which is super nice, and I'm so thankful for that. And I do laundry a lot just because we don't have a lot of places to put dirty clothes, so this is utilized daily. I would say on a scale of 1 to 10, I've put in about 7 or 8. I've spent a lot of time trying to pick out the decor and items while also fitting into my budget, but my boyfriend would probably say I put a 12 into it. This sign is something that I picked up at a vintage store in Tennessee with my boyfriend right before we got the apartment, because I've never baked ever. No, honestly, probably like once I made cookies. Here is my fridge. It's honestly more full than usual because I usually don't have a lot in here. Since I'm usually eating out or eating on the go, I usually just have like coffee, eggs, and water bottles. I would say pretty much 90% of my meals are eaten out. Sometimes we'll order out and bring it back in though. Up here, I keep actually my blender, but I also keep my toaster up there too. Here's my pantry. This we mainly keep like crackers, pretzels, things like that. We have some marshmallows because I got some hot chocolate because I was in the fall vibe. My current credit score is about 700. On average, I spend about $300 a month on credit card, sometimes up to $500. That's the max, but I make sure to pay it off every month. For cost saving when decorating an apartment, my tip is honestly like go to Target. That and Urban Outfitters, they both have a ton of sales all the time, and just keep going back until you see the items you like are on sale, because they eventually are going to be on sale. Over here is our kitchen table. So I found this on Urban Outfitters, and here's the coolest part. These tools actually come up and sit inside of the table like that, so you have like the open door area, and it makes it super easy to clean. So I love this table. And then on here, I have this little sign from Target. I love it. I wanted it for a while. It's cute because it says like let's go out or let's stay in. Usually keep it on this side. I have this daily planner. I used to use this a lot, but now I just kind of leave it here for looks.
六時。はい。ご飯。六時。And then over here, we have our coffee Metallica long sleeve t-shirt. He got this pair of
wore with this construction vest too. I gave him so much hate for these two pieces when he first got them. It's funny because I actually wore it for a red carpet look last weekend for BeautyCon. And that's my closet. Now moving on to the next room. Over here is the desk space. It's super small, but we really needed a desk and we were like, how can we fit one in this apartment? So we found this corner desk on Amazon. The number one thing that I could not live without is probably my laptop desk area workspace. Pretty much like my area to get stuff done. So my boyfriend was on tour with an artist called Young Blood, and he made kind of a promo magazine for the artist. My boyfriend is a concert photographer slash videographer, and he goes on tour with a bunch of different artists. These were all pages from the magazine, so I found these frames on Amazon, and then while he was on tour, I hung these up. My boyfriend definitely had an impact when deciding the design elements of my apartment. I definitely made sure to like keep it like a blue-green tone, so not just like girly, but I would also say my design style like isn't super girly, so it really works for both of us. Over here, this is my boyfriend's side of the bed. We have the nightstand over here because he always has like snacks and stuff like that, and I'm definitely the cleaner one, so we put this on this side because we don't have room for two. Then we have this candle. It's lavender cedarwood, and then we have this basket I got from Target, but I thought it was a really cool like accent for the wall besides just like a normal picture frame. Pretty much everything on this bed is from Target, and they match super well even though like they weren't a set. Then up here, this is this giant painting, which I like to call the focal point of the apartment, and my boyfriend's mom actually painted it. It was definitely like the starting point for the color scheme in the apartment with the blues, and I'm obsessed with it. I love it. I honestly could not think of something better to go in the space, and it was free because it's a gift, so even better. Welcome to my side of the bed. I didn't have a nightstand at first, and obviously there's not really room for one, so I was trying to come up with options, and I bought this little corner shelf. The only issue is this is like solid concrete, so I was like, okay, I can attach it to this wall, but not this wall, so I finally ended up getting this like Gorilla tape that apparently can hold like 30 pounds, and it actually works, and it holds in place, and I just keep my alarm clock in the back, and then this cute little succulent plant that I got from Target, and then I just have my headphones and some extra jewelry thrown on there. This water bottle is from the brand Stoma, and it actually came with my pitcher water bottle that has the refillable like monthly filters you buy, so it's one of the subscription services I have. This is a vintage robe I keep here. It's vintage Christian Dior, so that's my bedroom. Welcome to my bathroom space. So on beauty products, every month I probably spend like $0 because I just went to BeautyCon. If you guys want to see, this whole bottom drawer is just full of beauty products. I got all this for free in the talent lounge at BeautyCon. This is just lip glosses in here, probably 50 just in there. So I'm stocked up on makeup for the year. I try to make beauty products last a while just because it's not like a huge importance to me. The one beauty product that I could live without would probably just be like a concealer or foundation, just something to hide like the redness or red spots. My tips for living in a small space would be just only have what you need. And if you have a worn like piece of clothing in a couple months, like get rid of it, like you don't need it. So I'm pretty good at like only having the stuff I use on a daily basis. My biggest tip for people moving to LA and wanting to save money or not spend like crazy, spend your weekends at home getting your stuff done, because when I first moved out here, I would go to like shopping and Melrose every weekend and literally like Uber in there, buying a couple clothes, buying lunch, buying coffee. It adds up to like $500 somehow. And I would just try to like hang out with people and make friends and end up spending so much money. So honestly, I probably am a little less social now that I'm saving money, but at the end of the day, I'm getting stuff I need to get done, and that's important to me. Alright, Slammer, it was great having you guys over, but sadly, it's time for me to go out. Bye! See you guys later!
たり続けるみんなが不安という本格が増えた課題を受け止めなんて言っていかざるを得ないのかと思います。漱石は胃潰瘍の天気療養のため伊豆の修善寺温泉に出かけました。ここで漱石は多量の吐血をし危篤状態に陥り生死の境をそのまま。この体験は修善寺の体感と言われ、これを契機に漱石の作品には死が色濃くにじみ出るようになります。漱石の病んだ部屋は配管の間として修善寺に今も保存されています。修善寺の体感を漱石が病んだという中にいろんな問題が入っていくんだろうと思うんですけども、改めてその今その20世紀が終わりに近くになる中で果たしてその国民作家とは一体どのような存在なのか、そしてまた漱石を国民作家と私たちが今呼ぶ上でですね、その国民作家という存在そのものについて考え直してみる必要があるんじゃないかと思うんですね。そこら辺でその海辺さんが国民作家漱石といった場合にどんなことをお考えですか。まずそこら辺からお聞きしたいと思います。例えば漱石を国民作家というの我々が言いますけれども、これは外国でいろいろ例を取りますね。イタリアの場合はダンテですね。でダンテの場合はダンテはもちろんイタリア語を作ったもので、それ以前イタリアが国民というかイタリアがあったとは言えないようなものだと思うんですね。だからスペインならセルバンテスとか、ロシアならロシアとか、アメリカならばフォークならと思うんですけど、それらに共通しているのはいわば政治的に敗北しているということだと思うんですね。漱石の場合には、また江戸の庶民ですね、明治の世の中では明らかに敗者の側にあったと思うんですけど、勝った方が統一していくっていうのが、実際の進行なんですが、むしろ、明治の方っていう形で統合していく力っていうのは、負けた側の力によると思うんですね。それを大体社会的に強くするんじゃないか。漱石のその短い生涯だけども、これは大変な時代でして、今僕たちが書いているような日本語そのもの、を作り出さなきゃいけなかった時期ですね。それから、明治維新というのは一言でもう、その一年で済んだように見えるけれども、そんなことはと、真実になるものではないので、実際明治の中では例えば薩長の支配とか言われてますけれども、一つの国民というものの統合というのは
国民というネーションというものにおいて、中心でやったのは、夏目漱石じゃないかと思っていて、そうすると、負けた側の意識っていうのは、やっぱり夏目漱石にはかなり一貫して強く表れていると思うんですけども、まあ、いわゆるそのプロフェッショナルの小説家といいますか、朝日新聞に入社する前に書いた、ホトトギスというのがあって、ボッチャンという小説がありますね。でこれは、まあ、かなりのスピードで書かれた小説としても出身が書かれているんですけども、あの中にはやっぱりその勝ち負けの問題というのが、そのボッチャンが赴任する町山とおぼしき小中高都市の学校なんかで演じられてますね。そのボッチャン山嵐対その赤シャツのライトという恋で、夏目漱石はそのボッチャンの中で自分がどこに位置するかといったら、むしろその帝国文学を読んでる赤シャツだろうというようなことを漏らしたりもしているんですが、俺は脳が悪いから、タヌキの言うことがよくわからない。蕎麦屋や団子屋へ行って、中学の教師が務まらなくちゃ。俺みたいような食いしん坊には到底できっこないけど、蕎麦を食う、団子を食うだと罪な遅れを出すとは、俺のような他に道楽のない者にとっては大変な打撃だ。すると赤シャツがまた口を出した。館内、中学の教師などは社会の上流に暮らしているものだからして、単に物質的の快楽ばかり求めるべきものではない。その方に触れるとつい人生に悪い影響を及ぼすようになる。しかし人間だから何か娯楽がないと田舎へ来て狭い土地では到底暮らせるものではない。それで釣りに行くとか、文学書を読むとか、または新体詩や俳句を作るとか、何でも高尚な精神的娯楽を求めなくてはいけない。黙って聞いていると勝手な熱を聞く。馴染みの芸者が松戸の下に立ったり、古い系革図が飛び込んだりするのは精神的娯楽だ。天ぷらを食って団子を飲み込むのも精神的娯楽だ。言ってみれば、ボッチャンとか山嵐のプロだけれども、これは多分古代で言えば関東のアラム社みたいなもので、それが京都の公家の社会にやってきて馬鹿にされてるみたいなような構造になってると思うんですね。一方にはそのボッチャンはその松山の松山と書いてないけどね、これは田舎者だと言うんだけれども、ね、それが同時に逆転されてるわけですね。それで、山嵐と坊ちゃんが最終的には負けたことになってると思うんですね。あれそうですね。せいぜいその卵を投げてそれだけですね。何一つその向こうの行動には触れられない。でやっぱりそうすると、ある意味かで言いますと、その古代からあるその東西の、公家と武家とか、そういう構造をそのまままた置き換えてるとも言えるし、むしろ面白いのは、あの当時すでに日本文学ではまあ大体主流になってた、都会と田舎っていうかね、東京と地方っていうような構造を、その構造自体のその、を脱中心化してるというか、脱構造化してるということだと思うんですね。で、明治っていうのは、今度はそういったその地方に、あるたくさんの中心をですね、統合しなきゃいけないっていう課題が一方にあったと思うんですね。それが結局東京と地方っていうのを皆さんお疲れ様でした。東京が中心で、あとは疲れた、あとの対応も全部消えてしまう。お疲れ様です。田舎といえばもう全部もう今日は寝ます。それに対して明日早いので
久保と恵比寿に行ってきます。そういうことで皆さんもゆっくり週末お休みください。それではまた明日、おやすみなさい。